みなさんこんにちは、まさのです。まなつです。まついなです。3人合わせてまーまです。はい、ということでこの間ね、動画で何て言うんですか、その私に向けての質問を皆さんから募集したので、それをどんどん答えていきたいと思います。イエーイ。いろんな質問があったので、部数に分けて質問に答えてもらおうと思うので、じゃあ今日は一部ということでね。はい、じゃあここでみんなで一緒に見ながらやろう。で、上から答えていくの？バーって見て。あ、じゃああなたたちが抜粋していいよ。あ、ほんと？で、選ぼう。え、さっき面白いなって。言ってるね。死んでた、ごめん。え、なんか面白いなったの。まあ、自然的に面白いなったらしいですよ。どっか行ったって。ほら。じゃあストップって言っていいじゃん。ストップ。そうそう、大丈夫。はい。あ、将来の目標ですか。将来の目標。将来の目標ですか。うん、そうですね。まあ笑顔で暮らしてたらいいかなって思いますよ。じゃあ次。そうだね。この調子でバンバン行かないとね。卒業までにママナの3人でやってみたいこと。やってみたいこと3人で、ユニットはね、やりたいねってずっと言ってるけどね、絶対ないよね。そうだね、ちょっと機会がね、なかなか難しい。あるなら最後の劇場公演の時とか、あるなら。私ちょっと向かい S に混じるみたいな。あ、違う。あ、そうなるほどね。2人に初めて会った時の印象、印象なんてね、なんか最初のことなんて実際本当に考えてないけど、でもマサナさんはもう絶対仲良くならないと思ってた。なんで？だってマサナさんだよ。なんか、やっぱり誰もがマサナさんってちょっとやっぱり硬いイメージ持つよ。なんかもう、そうだから厳しそう。そうそう、よく言われる。絶対多分仲良くなれない先輩の一人なのかなと思ってたら、全然どこが硬いですかね、本当に。もうね、抜け抜けだよね。うん、ゆるい。抜けてる、いろんな部分が。次行きましょう、次。あ、祭りの話。はい、私はいいよ。祭りのね、寝てた？あとがない。寝てたよ。祭りのね、話しかけてくれたんで、一番最初に。そうなの？そう。一番話しかけやすかったから。話しかけた。あ、同類だと思って。はい、次行こう、次行こう。せーの。松山さん、松山さん、あ、一緒。あ、さっき言いましたね。これまでに起きた珍事件。なくない？あるか？でもよく3人で動画撮ってて、人が入ってきて、ああ、なんか NG いっぱいあるよ。そう、NG いっぱいあります。そう、結構お蔵入りあるんです。まあ絶対載せれないですけど。あるよね。確かに。こう普通に楽屋で撮ってるんで、いろんな話とかが入ってきちゃうと。ちょっとね、プライベートなこととかあるから ね、 なかなかね。そうそう、できない。はい、下に言ってたのよ、ね、バイバイしてた。そうだね。はい、え、どれどれどれ、質問ないじゃん。じゃあいいね、適当にやった。適当にバーってやった。意外と質問ないじゃん。まさなさんに圧倒感、圧倒感、圧倒感ないですよ。ないです。エゴちゃん、エゴちゃん守りたいは卒業しても続けてくれますか？いや大丈夫ですよ。ユリアとリカちゃんがいるんで。でもエゴちゃんって最近、自分で自分の身を守る力がついたので、でもあの大人なんですよ。ユリアはこの前ちなみにチラ見して終わりました。ちょっとそれは後でちょっとお説教ですね。好きな動物ベスト3。好きな動物ベスト3、第3位。第3位。何？3位か。動物基本好きなんで、好きなの 3つ答えていいですか？好きなのは犬猫、ナマケモモ。ナマケモモ好きだね。可愛いから本当に。見たことない。動物はみんな可愛いですよ。でも爬虫類と両生類はダメです。あ、なんかね、私これ見てて聞きたかったっていうか、あ、これファンの方聞きたいんじゃないかなって思うのがあって、
AKB さんのコンサート名古屋ドームでやった時に、うん、ほなっちゃんがウィンブルドンやったじゃん、うん、でその時にすごいファンの方の声援がね、うん、すごかったじゃん、まあ、夏ってやつ、ね、みんなすごかったね、みんなに言われるけど、うん、3人ともすごかったから、あ、そうなんだけど、それをどう感じたって、嬉しかったっていう、嬉しいですよ、やっぱりっていう質問がね、あったの、嬉しいですよ、コメダみたいなことやってるこれはマサナの一言です、コメダ、コメダじゃないです、コメダじゃない、質問回答、うーん、質問いける、これは、質問もいいですけど、どうしてもやっておきたいこと、うん、もうやり尽くしたんで、うん、ないです、これはないですやめてよあー、おなつさんから他の二人にここが変だよと思うことを教えてください、分かってらっしゃる、サリーに一番常識人だと思う私は、変だよ、いや本当に変なんですよ二人とも、でも変っていうこと自覚してないんで、なんですかね、どこがって言われると難しいんですけど、うん、やっぱちょっと人とずれてるなっていうのはマサナさん、ええ、こっちでしょ、ずれてるよ、ずれてる、あなたがずれてる、自分じゃなかったからって何だろう、何だろう、なんかね、うん、なんか趣味とか食べるものとか、うん、変ですよね、あ、これは SKE に入って自分はここが変わったっていうのはありますか、私変わったし、意識ないんですけど、真夏ちゃん顔も変わったよね、すごい可愛くなった、大人になった、別に中身はね変わってないです、別に人見知りも治ってないし、あ、これ聞きたい、真夏ちゃんより年上の2人だけど、マサナとマツリナを家族に例えるなら誰？マツリナはペット、うん、マサナさんはでもやっぱりお姉さんですよね、あ、なんだかんだ変なとこあるけれど、うん、やっぱりお姉さんだなっていうのを感じるし、うん、ですよね、お姉さんです、あなたペットです、はい、人間じゃないかわいい、やめなさい、やめなさい、やめなさい、これ中3で数学6点ってやばい、やばいですよ受験生ですよ、だって勉強してください、やばいですよそれはユリアより高いけどさユリアより高いの、うん、ユリア3点でしょ、やばいリナちゃんの好きなところ、リナちゃんの好きなところ、うん、リナちゃんはもう本当にね、なんかね、なんだろうね、可愛いよね、うん、可愛い、そう、そういうのいいわ、可愛くない、はい、え、何やめて、はい、ボー、あー、私のペットですね、ボーって名前なの、そうな、え、ボーじゃなくて、実際これなの、え、ウニてんてん、そう、ママ変にこだわっててさこれこれらしいよ、なるほどね、元気です、はい、元気、元気でございます、うん、面白いね、面白いね、なんかある、うん、パッて難しいんで、うん、選べないね、もう終わる、うん、いや、まだまだまだもうやっと半分もいい、まだだよ、え、なんか部数に分かれるとか言ってたから違うか、うん、SKE 一番の思い出は、そんなことないで難しいよね、でもね、初日はやっぱり思い出ですよね、どの公演も覚えてる鮮明に、うーん、確かに、次、3人のそれぞれの好きな男性のタイプは、お、じゃあ、はい、私ですか、うん、優しい人何そのノリ、それは隠してるな、本当の好きな人いいか、はい、本当の優しい人は自分ですよ、
からの優しい人です。もっと具体的なのありそうなんだけど、優しい人ってみんな言うやん。はい、どうぞ。なっちゃんは？なんだろうな。なんかちゃんと、うん、なんだろう。お互いなんていうの、うん、高め合える人がいいですね。ほう。高め合える。